こんにちは。今日はずっと楽しみにしていたものがやっと届いたので、それを開けながらお話をしていこうと思います。本当はお休み前の編み替えでもにして撮ろうかなとか思ったんですけど、どうしても今回は こうやってお人形たちを並べて撮りたかったので普通の動画にしました。もうこのお人形でわかる方もいると思うんですけど、じゃじゃん、レターパックで届きました。開けます。レターパックだったので直接受け取らなきゃいけなくて、で再配達になっちゃって、すごいうずうずして待っていました。これ領収書と、コーヒーも入ってました。おまけでご注文ありがとうございました。チョコも入ってる。ロイズのチョコです。ロイズのチョコって北海道のお菓子？北海道だけだと思ってた。桜ホワイト、桜ベリーと、あ、すごい、スタバのコーヒーでした。めちゃめちゃ豪華ですね。おまけ嬉しいです。めちゃめちゃ可愛いし、思ったよりも分厚いです。本が、わあ、すっごい可愛いです。はあ、いや、これはこの編みぐるみを作っているシンチアさんっていう方の本なんですけど、でもすごくインスタでも皆さんご購入されている方が多くて話題になっているので、知っている方たくさんなんだと思うんですけど、やっと私の元にも届きました、ね、私は北海道なので皆さんよりも届くのが数日遅くて、もうずっと待ってたんですけど、届いて嬉しいです。すごい素敵、ちなみにこの本は中身が英語なんですよ。かわいい、めっちゃかわいい。ちょっとね、中写したいんですけど写せないから。
かもう前半もの、なんだろう、4分の1ぐらいが写真で、もうあと4分の3はもう英語だらけ、もう編み方編み方編み方って感じで、ちょっとなんかあれなんですけど、でもなんか編み方のところにも写真が、可愛い写真がとかイラストがところどころあって、すっごい可愛いです。あ、最後にまた写真がありました。表紙は羊、狼、豚、クマ、なんか似てますね、クマとタヌキ、あら、とオラウータンとロバだと思います。で、私は最初はもう一番最初に編みたいっていうのはもう決めてて、私はこの羊さんから編もうと思います。で、この羊さんはアギ、なんか動物に名前があってアギっていう、多分名前なのかな、アジかアギっていう名前だと思うんですけど、羊さんを編もうと思います。リス、なんかリスもいたんですけど、リスは表紙にいないのかな、中にリスもいます。あ、中に、表紙にもいないやつもいました。猫ちゃんとか、すごい読み応えたっぷりな感じです。これは結構もう分厚くて、編む時に見るのはちょっと大変なので、コピー機でスキャンして iPad で見ながら編みたいと思います。リスとか、なんか茶色系の動物を編むときは、この間染めたどんぐりの草木染めした糸とかで編みたいなって思ってます。で、羊さんはもう編む糸を決めていて、この未染色のままの悔やんで編もうと思います。この何も染めてないそのままの色の糸で羊さんを編み始めようと思います。ちょっとこの人形たち倒れちゃったので直しながら、その今まで編んだものたちを紹介していこうと思います。前も紹介したことあると思うんですけど、もう一回改めて紹介します。まず一番最初に私が編んだのはこの大きい、筒形じゃなくて大きい方のクマちゃんです。このクマちゃんはすごい体が大きくて小顔で、お尻が結構大きいです。筒部屋に比べたらこんな感じです。で、これは体の茶色の糸も服の色も自分で染めました。本当に私が染め始めた初期の初期に
染めたので今よりも染めるのが下手くそなんですけど、このブルーの服が気に入っています。で、次に編んだのが筒部屋ですね。多分こっちかな。こっちの筒部屋を編みました。で、この体の糸は栗で染めた糸です。栗の鬼皮で染めた草木染めの糸で編みました。で、お洋服はモンディムのソックヤーンで編みました。で、この次ではないんですけど、もう一匹筒部屋を編んでて、これは体は普通に染めた糸で、このお洋服もモンディムの糸です。こっちの服はアラン模様で、こっちはリバミのお洋服です。で、このウサギちゃんたちは、これは体の、糸は自分で染めた糸で、このピンクとグレーのお洋服の糸はそれぞれ、これはもうモンディムとモンディムです。で、この細かいプツプツの糸は自分で染めたソックヤーンです。ここの水色の、ブルーの色はこのクマちゃんのお洋服の糸と一緒です。でね、ウサギさんはもう一ピキ編みたいなってずっと思ってて、次編むなら体の色がグレーで編みたいなって思ってます。グレーのウサギちゃん。で、これはこっちの白いウサギの子だけ靴下編んだんですけど、ピンクの子は靴下編まないまま終わっちゃいました。で、次がカメさんかな。カメさんを編みました。カメは本当に気に入っています。お洋服がね、甲羅になっていて編んでてすっごく楽しかったです。で、このカメさんは体の緑の糸はイサガーの糸で編みました。この時はカメさんの緑を自分で染めて作りたかったんですけど、緑をうまくまだ染めれないくて失敗しちゃって、何回かやったんですけど、この想像思うような緑ができなかったので買って編みました。この甲羅の白い糸は自分で染めました。この黄色いショールの糸はホルストガーンの糸です。靴下はモンディム、この筒部屋の洋服と同じ糸です。で、次がモグラさん。モグラさんは糸は、体の糸はモグラコーヒーっていう自分で染めた糸で編みました。手がすっごく可愛いです。で、お洋服はこのお母さんの方の薄いピンクの方と、こっちの子供の方の薄いピンクは自分で染めた糸で、栗の渋皮染めで染めた糸です。草木染めの糸です。この赤の糸は筒部屋のお洋服と一緒のモンディムの糸です。で、このお母さんの黄色いジャンパースカートはこのカメさんのスカーフと一緒のホルストガーンで編みました。で、一番最近編んだネズミさんです。ネズミさんはお洋服まだ完成していません。編んでる途中です。なので、ちょっと一人だけちょっとかわいそうな感じです。で、糸は
体は自分で染めたソックヤーンで、この足と手に使ってるピンクは栗の草木染めで染めた、さっきもぐらさんの服のピンクで使ってた糸と一緒の糸です。こんな感じです。すっごく可愛くて、全員お洋服とかも色合いすごい可愛くできたのでお部屋に飾っています。で、私は糸はこういうソックヤーンを染めて編むことが多いです。で、針はヒヤヒヤのだいたい 2.0 の糸が今までは指定だったことが多いので 2.0mm のヒヤヒヤの 80cm の輪針を使って編んでいます。これですね、このすごい細いんですけど、細くて曲がってます。わかんないかな、わかりづらいんですけど、私が力を込めて編みすぎてて反ってるんですけど、わかるかな、この下の方がビヨンってなってる、このヒヤヒヤの輪針でいつも編んでます。お洋服は 2.5mm とか 2.25 とか使うと思うんですけど、それもヒヤヒヤの輪針で編んでます。で、今度その大好きな毛糸屋さんでこの本の編み替えをされるということで参加したいなって思っているので、それに向けてちょっと完成できるかわかんないんですけど、できたら一匹この中の本で新しい子を完成させて、で今まで編んだ子たちも全員引き連れて参加できたらいいなっていう妄想をしています。めちゃめちゃこの本が自体が可愛くて、ちょっとこの動画撮った後もっとじっくりと見ようと思います。じゃあ今日はちょっとこの本について今まで編んだ編みぐるみたちについてちょっと熱く語りました。で、最後に このストーリーでこの新しく染めたこの糸のお名前を先日募集させていただきました。で、採用された方にこの糸のミニカセをプレゼントしますってことで募集をしたら129件来ました。皆様ありがとうございました。で、もう本当に可愛い名前がたくさん来て、で、同じ名前とかも結構来てたんですけど、まだちょっと悩んでいて何個かには絞ったんですけど、ちょっとまだ捨てがたくて決めれていないので、次の動画で名前を発表しようと思います。で、この糸はね本当に可愛くないですか。ちょっとこれから夏だというのに、私がこういう深くてこってりしてる色が好きなばかりに、ちょっと秋とか冬っぽい色になっちゃったんですよね。でもなんかこういう糸は靴下でも可愛いと思うし、このね動物さんのお洋服とかでもきっと可愛いだろうなと思って、で、この糸と前回販売した時に人気だったモグラコーヒーと、あともう一個私がこの
あの本の中で使いたい色を今ちょっとなんか実験しながらいろいろ染めているので、その中で可愛くできたもし色があったらそれも一緒にあの販売できたらしたいなって思ってあの準備しているので、あの気になる方はまた YouTube とかインスタを見てくれたら嬉しいです。でまたその新しい糸を染めてあの糸の名前悩んだら皆さんにもご相談したいなって思うので、またその時はお願いします。では今日の動画はここまでにします。皆様の編む編みぐるみたちもインスタで楽しみに見ています。では今日の動画はここまでにします。